よ、サッチャー。あ、一番。ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。なんだよ。あ、もしかしてナノハの件か。そう、さっき勇気を出してあの子に電話したとこ、最近悪い男に捕まってないかって。それでどうだったんだ。うん、ね。なるほどな。結局うまいことは伝えられなかったのか。なかなか言葉が見つからなくってさ。でもナノハは絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。そもそも何年も疎遠だった私から今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったらもう電話にも出てもらえなくなりそうだし、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、気づいたらまたソープにいるなんてことも。ああ、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。だったらハーブティーでも飲むか。なんでハーブティーなのよ。今必要なのは酒よ。この不安を麻痺させてくれる酒。麻痺させたって何の解決にもならねえよ。それよりも今は落ち着いて冷静に考えることだ。ハーブティーってのはリラックス効果があんだぜ。特にジャスミンは緊張感や不安を和らげてくれんだ。ちょい待ち、何その女子力高そうな知識。最近立ち読みした雑誌の受け売りだよ。でも実際効果ありそうよね。試してみるか。いや大丈夫、だいぶ落ち着いてきたから。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだね。どうしてもナノハを説得できねえんなら、そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度とナノハに近づかないように。どうやってそういう風に仕向けるの。殴って脅して町から出て行かせる。それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しはしない。下手すりゃ町を出て行くとき菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。そんなのダメに決まってるじゃん。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの。ふん、らしくねえな、サッチャ。ここまで言ってもまだわからねえなんて。え、サッチャンが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。で、菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。奴には偉人町を出て行ってもらう。なるほど、それなら確かに行けるかもね。どうだい、桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか。大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。そん時はもちろん俺も一緒だ。声かけてくれ。今日は冴えてたね、一番。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。手間のかかる姉妹だぜ、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。よ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとな。
いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれって、たかし。おい、たか、バカよせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろう。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えて、あいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして高志と長谷川はグルだったのか。おい、どういうことだ高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ。文句あるか。金がない。資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男足立だよ。え、足立さんは高志が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。高志、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ。表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。許さない。容赦しねえぞ。よし、行くぞ。かかってこい。やめんな。とっておきだ。どうするかね。してみろ。行くぞ。俺の番だな。俺の番か。元気出てきた。くらえ。よし、行くぞ。お前、俺がどんな気持ちでこの20年間。おい、康介。高志君？さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ。示談交渉ってなんだ。僕には全く身に覚えがないぞ。僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ高志君。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺が高志に送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。高志はこの僕です。君が高志？するとこっちは僕のルームメイトの康介です。学生時代は
二人で弁護士を目指してたんですが、康介は司法試験は諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。たかし君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください。山田さん、いや足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように、その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当に本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。え、そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃ高志君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな足立さん。高志君ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ弁護士になるのって。ああ、大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろう。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いが高志君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしてもあいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ春日。なんだよかしこまって。いや、お前といると大変なことも多いがなんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ、最高の相棒に乾杯。乾杯。
こんなんじゃ足りねえよ。もっと酒持ってこいよ。お客さん、十分酔われているようですし、今日はこのくらいにしといた方が。んだと？どうせお前も俺が成り下がって酒を飲むだけのクズになったと思ってんだろ。何を言うんですか。そんなこと思ってませんよ。とにかくお水でも飲んで落ち着いて。落ちぶれてたぞ。やっぱりそう思ってたんじゃねえか。落ち着いてって言ったんですよ。ああもうどうしたらいいか。よ、なんか揉めてるみたいだな。あんた何があったか知らねえが、水でも飲んで冷静になれよ。もういい。酒がまずくなったし、他の店で飲み直すわ。何だったんだあいつ。ここの常連なのか。まあイリュージョンという昔人気のあった韓流スターですよ。ご存じない？ああ俺そういうの疎くてよ、ちょっと知らねえな。しかしそんな芸能人もこういう店来るんだな。初めて見たぜ。まあ今はもう引退されたみたいです。スキャンダルとかいろいろあったらしくて、映画とかに出てた時はキラキラしてたんですが、人は変わってしまうものなんですね。なんか機嫌悪かったし、他の店でも荒れてなきゃいいんですが。元スターね。
すいません。いえ。いえ。すいません。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。私からのスレビックだ。どうしようかな。なんだよ、してみろ。奥の手、舐めないでくれ。に連れてくんのよ。ん？おお、それもそうだな。すまん、すぐ出る。でも中ってこうなってるんだ。やっぱり個室少ないわね。それは男子トイレだからな。漏れそうな時に個室埋まってた時の絶望感といったら、待ってる時間が永遠にも感じるよね。そんな時に出てくる人がいると神に見えるぜ。ほんと、まさに神頼みね。ありがとうございます。
ん？じゃあね。おう。はい。ええ。それでは。おう。それでは出発いたします。
と。お、はい、揉めてプロデューサーぶん殴って廃業しただけの三流役者のくせに。金で揉めて、映画の出演料だったかで揉めて、その勢いでプロデューサーを殴ったんでしょ。一時期その話で持ちきりでしたよ。いや、こいつはマネージャーの女の子を助けようとして結果的に殴っちまっただけだろ。は？マネージャー？そのプロデューサーってやつはイリュージョンのマネージャーだった女に無理やり手出そうとしたんだ。その時にマネージャーを守ろうとしてとっさに殴っちまった結果がこれだ。その後も女の子に話題がいかねえようにずっと一人で耐え続けてきたんだよこいつ。だから、春日さん、いいんですよ、このことは当事者しか知らないことです。でもよ、マネージャーの女、確かにあのプロデューサーは女に関しては悪い話ばかりだった。考えてみれば金で揉めたという話自体あの男が自分で言い出しただけで。じゃああんたは本当に自分のマネージャーを守るために廃業に追い込まれる状況になってもずっとその女性のために何も言わなかったと。鈴木さん、一つお願いがあります。今の話は他言無用です。間違ってもマネージャーだった子を探し出して世に出すようなことだけはしないでください。もしもそうなったら私はあなたを死んでも許さない。あなたのその目、どうやら女性を守ろうとしたって話は本当のようですね。三流は私の方か。確かにあの事件のことは
ろくに調べないで報道の内容を勝手に信じていました。本当に情けない。写真は全て消しました。もうデータはありません。そうか。春日さん、今日は本当にありがとうございました。いや、大したことはしてねえし気にすんない。それよりあんたの復活応援してるぜ。ありがとうございます。ですが、理由はどうであれ問題を起こしてしまったことは事実です。それをなかったことにして先へ進むつもりはありません。この町の人たちにも迷惑をかけてしまいました。私のこれまでの行い一つ一つをしっかりと受け止めて、これからお貸ししていければと考えています。そしてまた一人でも多くの人たちに感動を与えられるような役者を目指します。まあこの間のファンみたいにあんたの演技で元気づけられる人は多いだろうし、しっかり頑張んな。はい、これは少ないですけど感謝の気持ちです。受け取ってください。それでは失礼します。おう。お前何のつもりだ。心配はいりませんよ。私は竜様の第一歩を取っただけですから。なんだか久しぶりにいい写真が撮れた気がします。新しい一歩を踏み出そうとする一人の役者のね、たまにはスキャンダルじゃなくて人の背中を押すような記事を書くのもいいですね。ほう、イリュージョン電撃復活、長い沈黙を破り決意のリスタートを宣言なんてどうでしょう。いいんじゃねえか。改めて彼に取材を申し込もうと思います。もちろん事件の真相を書くような野暮な真似はしませんが、あんなにまっすぐな顔を見せられちゃ応援したくなっちゃいますよ。確かにな。それじゃいい記事期待してるぜ。あ、サインもらっておけばよかったな。